どうも、ハピネスサークのハピネスです。ウォーフレームサラサーティー攻略実況プレイやっていきたいと思います。肩がブルブル震えて、うわー、筋肉が流動している。はい、ということで今回想定ミッションはこちら、レヴァンティス軍隊を打破せよ。飛行防衛、エネルギー減少、潜入強化された属性攻撃体制、こちら余裕ですね。防御スナイパーのみということで、今回には一貫して私ノバよにお任せしたいと思います。ノバ姉さんの日です。エネルギー減少なんですが、まあとりあえず敵さえ殲滅できればしっかりブーブーって感じだと思うのでね、こちら行きたいと思います。カンニングしたらいけませんよ。ノバをカンニングしたらてめえってことになるよ。オッケー、行こう。さ、サクセス、行きましょう。機動防衛、エネルギー減少なんでね、あんまりエネルギーをバンバン使わないように気をつけたいところ。ウォーフレーム1のスピードの足の速さを見よう。今日はボルタンを持ってきました。プライマリにセカンダリは AK スリットプライムです。久々にめちゃめちゃ強い銃使ってます。いやー、 AK スリットプライムはね、セカンダリの中でもものすごい強いと言われてますね。もう利便性1、もう大人気の銃です。こちらを持ってきたんでね、安泰だとは思います。わー、今日はねちょっとその辺を全然持ってきてないんでね、持ってきた記憶がなかったので今までにも、だから今回はそちらを使ってあげたい気分でございます。ボルターもなかなかね火力が高いので初期武器ではあるけれども、レベル50ぐらいだったら倒せる感じ。 OK、 ジャガノート来た、ジャガノ来た、やめてください。で、セカンダリにはダクラです。ダク、デクスダクラ、周年でね、周年のイベントでもらえる銃ですね。銃じゃねえ、近接武器。そうそうそう、これはまた限定ですね。毎年ウォーフレームはね、今回は6周年記念でしたけれども、6周年とかその周年になるとね、必ずこういうデクスシリーズの武装を配布するようになってます。いいですよね、無料でいろいろ武器とか手に入ったりとかね、スキンが手に入ったりとか、エクスカリバーのスキンが手に入ったりするんでね、継続的にウォーフレームをやってるといいことばっかりです。はい、ここで2回も使うつもりなかったけど使うしかない。よし、 AK スリットプライムフォーマー刺しました。刺す必要なんかないんだけどね本来。うわ、やべえ、あれ強い。これリロードがこの速さ、速すぎでしょっていうね。リロードも速い、強いしっていうね、そこが大人気の理由ですね。 OK、 撃ちやすいしね、ほとんどリコイルないです。 OK、 サクサククリアできそう。ノバにお任せよ。ノバだと一方的に戦えるから気分がいい、気分がいい、ストレス解消、気分がいい、ストレス解消、それはノバのおかげでしょ。ノバノバノバ、オッケー、はい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 。いやー、ちょっと待って待って待って、あそこいつも間違いやすい。あー、道なき道を行っている感じが俺はするよ。オッケー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 、また似たようなところだな。今度はこっちに行って、遠いね。オッケー、あー、ここか、はい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 。うわ、任せ、これだ、もう食らっとけ、毒ダメージやばい。ふっ、オッケー、やばいやばい、毒ダメージをやってくる。エクシマスがどこかにいるはず。やばい、死んでしまうノバが。お前だな、エクシマス。オッケー、センキュー、センキュー、みんな爆発爆発。オッケーオッケーオッケー、毒ダメージ野郎は倒したんで安心ですね。これ1分ぐらい持つんでね、敵の鈍足化はすごくおすすめです。鈍足ノバ最強でございます。感染体はね、エネルギーを防いできたりとか、なんだっけ、あのコーパスみたくね、そんなことはしてこないので優しい。ただね、4番のコストが高いのでね、そこはちょっと大変。エネルギー減少なんで、あんまり1番とかね、バンバン使わないようにちょっと調整してますね、今わざと。 OK、 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 やめろ、 やめろ、弾が切れる。アネクシマスは早々に撃破、やばい、エネルギー吸い取り野郎がいる。サッカーパンシュ、 OK、 エネルギー吸い取んないでくれ、俺の、頼むよ。うわー、やばい、またエクシマスが、うわー、オッケー、はい、俺でもギャラッとく。よし、このスタンスかっこいいね、こうくる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 って感じね。終わった、よし、次移動ない、移動移動移動、オッケー、いきます。あと1箇所、あと1箇所守ればこっちの勝ちですね。シュッ、ウォーフレーム、ウォーフレーム、シュッシュ、あー、なに、ここか、ダクトの中通るやつね。なるほど、あの腐食ダメージ受けるところだ。早々に終わらせましょう。ああ、ああ、道間違えたと思っちゃった。はーい、来ました、腐食、やばい、走行値が下がるんで速攻でぶち殺されそうです。行きます、やばいやばい、4番が放てない、
4番が放てないノバなんてノバじゃないわ。よしよしよし、エネルギー吸い取り野郎が来る前に何度か解決したいところ。おい早く70溜まってくれ。70溜まれば俺は放てる。75かな。いやーちょっとエネルギー減少厳しいね。はい、うわもうちょっと、そう最近さエンシェントヒーラー攻撃受けなくない？なんかダウンしてるとよろけてるとこいつダメージ判定がなくなるのがすごい困る。こっちはさ撃破できるまでずっと攻撃してんのにダメージ判定ありませんわ。ちょっとひどいよなあれ。オッケーオッケー。昨日じゃね、一昨日のなんかネッチャのボイドでもそれが発生しましたね。昨日か。そうあれやばいよなマジで。よしいいよ。おいなぜかあいつ無敵モードが走っているんでね。あと30秒、30秒もこんなとこ痛くねー。なんで半物質、半物質、お前の顔は半物質。うわやめろ、新規リスポーンの敵が来た。ボルタープライムも召喚じゃい。ちょ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 、はいはい、ちょ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 、はい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 、よしオッケーオッケーオッケー。オベロンシャーシーいただきました、ごちそうさまです。オッケー、あと10秒ね。オッケー、帰り道、帰り道にもう入っておこう。もうここはねクリアしたも同然なので、よしさあ早く俺を外の世界へ出してくれたまえ、頼む。オッケー、向こうですね。よしいいですね、か順調かつ大胆に機動防衛のコンソールを守りきるノバ先生でございました。エネルギー減少といえどね、四足が1回はめちゃえば60秒新規リスポーンが来ない限りはあの敵を鈍速化させることが可能なんでね、そこはやはり非常にノバの強みと言ってもいいですね。オッケーです、オッケーです、です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 、ノバです、こちら聞こえます？私脱出地点へ今向かっておりますんで準備をお願いします。やばーい、あーちょっと遊びすぎました。はい、そんな感じでクリアです。次のステージ行きましょう。お、機動防衛ミッションをクリアする。いいですね、順調にシーカー手に入れてたか。おお、いいですね、貫通距離だったかな。うん、まああんま使わないんだけどね俺も。うん、でもなかなかいいと思いますね。耐久ミッションとか役に立つのかな。はい、じゃあそんな感じで次行きましょう。次、はい、続いて潜入強化された属性攻撃耐性腐食ダメージ付き。まあでもね、あのノバなのでまあそんなに苦労はしないかなと思います。はい、じゃあ迷い曰く色がやばいノバで行きたいと思います。ノバノバ、はーい、ネソネソ、はーい、行きましょう。エウロパタイルなんでね、そんなに難しくはないと思いますが、まあ、レーザートラップもね、回避できるように範囲重視のノバで来ました。あ、さっきまではプライムだったんですけど、今回はノバプライムではなくて普通のノバでーす。おい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 。ゴルゴンレイス持ってきました。やめろー、ゴルゴンレイスを食らえー、ちょ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 いちょい、あぶねえ。はい。ちょちょちょ、待って待って待って。やっぱ戦うミッションじゃねえな、潜入。俺なんで戦ってんだろうって気分になるわ。よし、オッケー。行きますよ、エネルギー回復だけは必死にね。あ、行きますよ、ういよし、 AK3 とプライムの力思い知りたいか。やめろー、よいしょー、よし十分だ。ふっ、ちょっと使ってあげたい気分になりますね、最近日の目を見てなかったんで。あ、上への攻撃は弱いんですよ俺。余計なことすなー。よし、何気に硬いな敵。わあ、ロボティックあったけど、まあいらないや、コントロールモジュールはね。どこ？向こうか。どんどん行きましょう。よし、俺の力見てみるか。シュッ、一気に移動できます。3番をね、重視してきました。範囲はほぼマックスですね。280% ぐらいあるかな。はいはいはい。危ない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 。まあ感染体なんでね、そこら中からどしどし来るっていうね。最近引っかかるな。オッケー。まあ、エーロパタイルだから、しょうがないけど。はい。うぅ。オッケー、着いたかな。まだついてない。いざって時にエネルギーなくなるわ、これじゃ。オッケーオッケーオッケー。よし。最初どんなところだ、廊下かな、これは。廊下パターンですね。大丈夫です。あそこに一気に行けるようになってます。オッケー。楽ですね。レーザーをいちいち回避する必要がない。必要がない？ちょっと怖いけど、ここやってみるかな。まあ、意外に上の方行っときゃいいよね。はい。レーザーが、レーザーが、レーザーが、レーザーがです。レーザーがでーす。オッケー、危ねえ。まあ、壁は蹴ろうと思ったけど、意外に着地したところがレーザーの近くでびっくらこいたっていう話ですね。オッケー、まずは1個目。まずは1個目。サクサクと、いっぱいいるじゃないの。ゴルゴンレイスの力を思い知る前に、AK ストリートでもくれてやろう。狙わなくても当たるぜ。うわ、ヒーラーがいっぱいいすぎて、どこにいんだかわかんないから突破した方が早い。行こう、どんどん。
潜入は戦うミッションではないんでね、サクサクと戦っていきましょう。このまままっすぐ出ると高いところから一気にドゥーン。よし、ふんぬ、遠いなあ。でもすぐそこか、もうすぐそこ。さすが足の速いノバ、できる女は違うね。よしよしよし、行きましょう。えほえほ、はい、着きました。次はなんだこれ、なんかやたら壊せるものがいっぱいあるけど、どのパターンだろう。あれか、はいはいはい、これね。はい、やめてー、警報なしよー、カメラに見つかんないようにした。いった、ちょっとちょっと、あんたー、オッケー。そしてあそこを開けてからのワープ。おほほ、すげえ、ノバ先生できますね、すごいっすね。でしょー、私にひれ伏しなさーいよ。ノバってすごい汎用性高いですね、こう考えるとね。ビルド構成によってはいろんなことができちゃいますね。さすがでございます、ノバ先生。よし、さあ、あと1個、あと1個取りましょう。エネルギー容量をね、フローで増やしてきているので、プライムドフローで。これでも、こんだけしかバー伸びてなくても200いくらもあるっていうね。だいぶいいですね。で、徐々に溜まり続けると。もう潜入ミッション、バリバリの適正フレームじゃないですか、これ。特にコーパス系のね、レーザーの多いところなんて完全に網羅してますね。あ、エレベーター、スイッチオン！敵がいないことを願うばかり。はい、よし、いいぞ。さあ、行きましょう。あと1個、最後の1個は、なんかコンソールをいじるようなマーキングになってますね。なんでしょう、怖いわ。あ、あれか、なるほどね。あ、こっちか、なるほど、なるほど。これはまたなるほどだ。ちょっとあえて外からカメラを破壊しないパターンで行ってみましょうか。いつもあのゼニュリクの力、あー危ね、発揮していっちゃうんでね。はっ、行くわよ。ここはあんまり3番が生きないですね。よし、こっから見られるかなって思ったけど大丈夫でしたね。オッケー、渡るのは大丈夫。バレットジャンプとか難しいことしなくても、うん、ちょっとギリギリな気がしたけど大丈夫大丈夫。で、ここのカメラを壊さないといけないと。よっしゃー、完全モーラー、完全モーラー。ショートカット、まあ天井は行ったけどね、まあ順調かつ大胆でしたよ。オッケー、まあ敵とあんま戦ってないし、属性攻撃対戦もあまり関係がないかなという感じですね。よし、あー危ね、間違えた。よしよしよし、脱出地点はすぐそこの模様。一気に行きましょう、一気に帰ろう、僕らの家へ、レッツゴー。そうでしょー、オッケー。さ、早くも次のミッションがラスト。まあ傍受ね、スナイパーのみなんで、まあノバであればね、いろいろ網羅していけると思います。行きましょう。さあ最後傍受スナイパーのみ。まあガレオン戦とはなってたんですけど、ガレオン戦で感染体ってあったっけ。まあいいや、とりあえずスナイパーのみでコモレックス持ってきました。コモコモしてやんぜ。何しに来たのノバちゃん。傍受です、傍受。はい、行きましょう。傍受ドバって傍受。まあ、鈍速化があるんでね、まあ、あんま苦労しないと思います。コモレックスの強さを思い知れ、コンテナ。オッケーオッケー、コンテナに対しても生きるノバをよろしく。わお、よし、ここはステージが狭いからね、ちょっと気をつけて戦わないと。半物質いかんかなって感じ。そこ開いたけど、できんの。基本的に、この倍率はせずに2倍の状態でいきたいと思います。リコイルのない状態ね。そう、連続でダメージ与えられるよって。これでも十分倒せるんでね、弱点ついていれば。コモレックスは基本的に性能が高いので、基本性能がね、まあああいう隠れてるやつには爆発を狙ってもいいかもしんない。 OK、 次。うわ、新規リスポーンも出てきてる、早いな。さすがに早い。最後に真ん中取ります。最後に真ん中通ってね、他にこう進みやすい、こう取られそうなところを回収しやすいスタイルで行こうかなと思います。まあ A ポイント取られそうだけど、よいしょ。これでも食らっとけみんな。どっかにいる。はっはっ、止めた、まさか止めた。お、すげえ、コモレックスさすが。いいですね。よし、いきなり全部取れたんで、あとは鈍速化してるやつらを倒すだけ。危ねえ危ねえ危ねえ、倍率上げてると爆発でね、自分に腐食ダメージ食らっちゃう場合があるんで気をつけましょう。さあ一回一回真ん中に戻りつつ、さあリロードが長いのが難点ね、コモレックス。打ちやすすぎてバンバン打っちゃうとね、すぐリロード来ちゃうんで。よいしょ、いててててててて、はい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 、あー、いって、死ぬー、死ぬっす。あ、やめさせる、強制的にやめさせる。
それが私の戦い方よ。占拠されたんだ俺ここ。なるほど、まあこんだけ敵いりゃね。ハンビッツ、よし、連鎖反応で敵を撃破。いいですね、よし、ここを回収したい。させてくれ回収。はい、よし、オッケー。あとは敵さえ来なければこっちのもん。カモン、カカカカカモン。はい、新規リスポンも。はい、 C ポイント、 C ポイント、 C ポイント。あー、いてていてていて、え、取られたん？マジか、ちくしょう、いちいちめんどくせえ、取るんじゃないよ。ちょ、はい、よし、一撃、いいですね。いただぼうえ。はい。いきなり急に目の前に出てこないでよ、敵。よし。はい。はい。うわぁ、怖い怖い怖い。至近距離で攻撃受けるのが一番怖い。よし。オッケー。あとはここ回収すれば。いいですね。優勢ですね、初っ端から。もう6発しかない。どうすんのこれ。これさ、弾薬のピックアップ変換がさ、もともとついてるって銃なんですけど、もともとそのライフルの弾、普通の通常のライフルの弾はスナイパーライフルに変換されるとかあるんだけど、あんま意味なくねって思うんだよね。これどのぐらいのモッドのやつがついてんだろう。最大ランクのやつちゃんとついてんのかな。それじゃないとさ、弾あんまたまんないよなーって、弾があんまたまんないよなって思うんだけど、どうなんだろうね。あんまその辺の詳しいとこ調べてないんだよね。待って待って待って、危ない危ない危ない。まあいざとなれば僕がいるから大丈夫。いざとなればね、いざとなればオペレーターがいるから大丈夫。よし、あとここ回収すれば全部取ったことになる。ラッキー、いいよ。ホモレックス何気に扱いが難しい。どけ、うわ、ちょっと待って、パーセンテージが上がってってる。交戦中またちょっと出たり入ったりしないでもらっていいですか。すいません、もうすぐ交戦中になるんだけど、ここ真ん中だから敵来やすいもんね。や、危ねえ、あー危ねえ、バカ野郎、倍率がすぐ変わらねえ。ここもうめんどくせえ、ここ取んのやめよう。 C ポイント取ろう、 C ポイント。敵がね、真ん中に集まりつつあるんでね、取れるところからゆっくり取っていきましょう。何やってんの君。よし、いいよ、あとは必死に阻止するだけ。まあ2箇所取られたところでね、今1箇所回収してるし、時間の問題でしょう。一発で倒せないのがちょっと厄介だね、やっぱりね。ここどうや、どうしよう、どうしてやろう。 OK、 強い、コモレックス優秀です。 OK、 うわわわわ、まあ、結構ね、あの効果が付与されてる分、倍率をね変えることの多い武器で、 B さんはこう倍率を変えながら、たくさん変えながら戦ってほしかったんだなっていうのをすごく伝わりますよね。はい、あ、何やってんの君たち。まあ、いざとなればオペレーター頼りです。もうこれが強すぎてね、無敵で、なんでそんな撃ちまくってんのみたいな。攻撃力を無敵で撃ちまくるっていう。はい、死なない、死なない、オペレーターが死なない。 OK、 あと1匹終わった。ほっ、うー、全滅。あと1回、あと1ラウンド勝てばこっちのもん。いいですね、順調ですね。今日はね、ビルド紹介は、ノアを含めてやっていきたいと思います。オーレイオーレイオーレイ、リロードマジで長いけど、コモレックスがめちゃくちゃかっこいい。いいですね、さっさと行くよ、次のポイントへ。周りから周りからね、固めていきましょう。真ん中は最後で、真ん中から取ってもいいんだけどね、まためんどくさいんでね、そうなると敵がなんかばらけたりするんで、結局どこ行くか分かんないからね。こう順繰りに周りから取っていって、真ん中を最後にすれば、その後動きやすいというね、対角線上にあるポイントにも歩いていきやすいという、そんな感じでー。 OK、 俺の雄たけびで奴らは恐れおののいたことでしょう。いくよ、あー、 C ポイント取られる。新規リスポーンの敵に向けて一気にやると、一気にこの4番アビリティをかけてやると、そういう感じ。交戦中になるなよ、絶対に、めんどくさいからな。くんな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 、あとはどこ取ってもいいから、真ん中取ってもいいから、お願いします。君はなんでそんないつもうつむいているの。よし、いいよ、ほっほっ、わあ、びっくりした、急に爆発しやがった。いや、い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 や、いや、リロードしなくてよかった。よし、まだ交戦中、邪魔だ貴様、邪魔だ。オッケー、次どっか取られそう、まだ大丈夫だね。オッケーオッケー、よし、新規リスポーンに向けて4番アビリティ、よし、これな、
取り返そうと思っても取り返せない時があるからな。敵の数がいすぎて。やっぱ A ポイントか。はい、やめたまえ、操作するのはやめたまえ。はい、よし、 D ポイントは、今度は D ポイントか。あー、やばい、ドスになった。あー、失敗してる、この野郎。あー、そうか、お前ヒーラーのパワーを受けてるな。ヒーラーの覚悟が厚すぎた。フッフッフッ、よし、止めた、マジで止めたの。あ、そっか、鈍速化してるからあいつらコンソールいじるのが遅れたのかな。ラッキーラッキーラッキー、よかったよかった、超ラッキーでした。それいいね。うわー、ボイラーとか出てくるようになってるわ。あとは、あとはどこかしら。大丈夫今のところ。でも真ん中が熱いっぽいね、やつらにとっては。真ん中がホットスポットらしいね。鈍速化広げます。ノバ最高です。やばい、エネルギー吸い取りやろう。よし、うわー結構来るな、結構いっぺんに数が来ますね。はい、まあ俺はね、ABCD しか見てないんでね、今あそこを見ながら戦っております。やっぱ4番にかかった連中は連鎖反応で一気に死んでいくから便利だな、本当に。これやばい、よし、一網打尽。また死んでない、 OK、 終わった。そこ、何をしているの、私の言うことを聞きなさい。 OK、 マゴットいない、大丈夫、よし。意外にコモレックス持ちますね、ギリギリ。まあ持たせるようにしてるんだけど。よいしょ、はいはい、はい、いいね、吹き飛ばすのいいね、ゼニュリクで。近くに寄るんじゃない。オッケーオッケーオッケー、ネチョネチョ攻撃をやめたまえ。すごーい、 94%。 お前たちには一回も取らせない、それが俺オペレーター。お疲れ様でした。はい、終わりました。よし、余裕でした。アフィニティボーナス変身ノーバー。じゃあ最後にビルド紹介やって終わりにしましょう。はい、ご視聴ありがとうございます。お疲れ様です。今回ね、第1タスクと第3タスクで持っていったビルドがこちらになります。効果時間重視のね、ノバになります。鈍速ノバと呼ばれるやつですけれども、主に4番のモラクラープライムというね、こちらのアビリティを使っております。コスト70、効果範囲が 57.2、 まあ要するに初動で放った時に 57.2m で広がるという感じですね。でその後、徐々に効果時間で広がっていきます、エリア内にね。その時間が10秒ということで、効果時間を伸ばしていれば伸ばしているほど、その広がっていく度合いが大きくなるので、より多くの敵に鈍速化を適用できるという感じです。まあ効果時間ね、ちょっと俺あれだね、威力を下げて、あ、効果時間をちょっと下げてた関係で1分でもないけど、まあほぼ1分ですね、52秒ぐらいですね、敵が鈍速化している時間。非常にいいですね。だから新規リスポーンがね、ちょっと自分で対応しなきゃいけないですけれども、それ以外は52秒、ほぼほぼ1分。機動防衛とかだったらこれ2回あればね、敵殲滅しなくても、まあ、鈍速化をずっとしてられるのかなっていう感じですね。ただコストがでかいんでね、そのあたりの管理はどうするかって感じですね。うん、俺はそのコストの管理をエネルギーサイフォンで網羅しちゃってますね。あとは、ゼヌリクの習わしのエナジャイングダッシュですね。はい、で速度低下が 75%、 これが限界値だそうですので、威力を 145% まで持っております。インテンシフィとパワードリフトで威力を上げて、効果時間をプライムドコンティニティとオーガーメッセージで行ってます。で容量をね、フローで525まで持って、ストリームラインで、まあこれつけてないとね、ちょっとコストが100になっちゃうので、ストリームラインは4番対応するのであればつけておくのが無難かなと思います。であと硬直時間が長いので、発動するまでの、これちょっと中途半端なやつですけれども、スピードドリフトと、あとナチュラルタレント、こっちがメインですね。これで、硬直時間、アビリティ発射速度を上げるので硬直時間を緩和しているという感じで、あとは QT、 何があってもいいようにね。まあグリニアとかコーパスと戦う時もヘルスがね、300しかないので、まあエネルギー容量があればあるほど、まあ、即死しにくいということでこいつをつけてました。はい、そんな感じです。で次、第2タスクで持ってった範囲型のノバですね。はい、ノーマルノバのビルドこちらになります。範囲型ということでね、効果範囲を 280% まで持っております。ストレッチとオーガーリーチとカンニングドリフト、オーバーエクステンド、範囲系のモッドはほぼ全て実装しているという感じですね。
で3番のこちらワームホールというねアビリティをしょっちゅう使ってました。ポータル数ね4とか使用数4とかあるんですけど、ここはね特に重要ではなくて、まあ要は今回見るべきはコストと効果時間と範囲ですかね。うん、まあ範囲は 140m、 要はこのワームホールっていう四角のねなんかモワ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 ンしてしたゲートの中通ると 140m 最大その地点まで一気にワープして移動することが可能なので、まあ潜入ミッションでやってた通りのね展開が可能なのかなという感じです。そのために必要なのが効果時間と効果範囲なんでね、まあオーバーエクステンドつけて威力は下がってるんですが、別にそれでも構わないという感じです。効果時間をコンティニティで伸ばしつつ、まあ範囲は範囲モッドで伸ばしつつ、ストリームラインをつけてコストを下げております。であとはまあ申し分ない程度にバイタリティつけてヘルスを500で、コークションドリフトとエネルギーサイフォンで移動中でもねエネルギーが回復するように調整しておりました。はい、まあ主にそんな感じですね。まあダクラと AK スリットプライムに関してはまだビルド構成中みたいなところもあるので、そんなに重視して紹介する部分もないのかなと。まあこっちもねしょっちゅうなんかそんなにいろいろ複合の属性とかつけてましたけれども、火炎は普通に感染体打った時、腐食ダメージはエンシェントヒーラーとか出てきた時にとか網羅したつもりなんですけど、まあ元が強いんで誰打っても OK みたいになってましたね AK スリットプライムは。はい、であとはコモレックスもフォーマ育成中なんですが、こいつはね極性が入ってないので、まずはフォーマ雑誌育成から始めていかなくちゃいけないって感じですね。ただこれでもちゃんとねあの100レベ台とか80レベ台とかの感染体倒せるんで、やっぱり元々が強い武器っていうのはどうしたって使いやすいですね。はい、ということでお送りしたのはハビネスダークのハビネスとノバでした。また明日のソーティーミッションもねやっていきたいと思います。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。